どうも皆さんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも、今日はですね、まあちょっと葉巻のお話第3弾ということででしてね、まあ、この前シガリロのお話をしたので、まあ、今回はね、まあ、普通のこういうプレミアムシガーのお話なんですけれども、今回はですね、葉巻の吸い方とかマナーについて、まあ、ちょっとお話ししていこうかなと思います。実際ね、葉巻っていうものを家で吸う方ってめちゃめちゃ少数派だと思うんですよね。ほとんどの方はシガーバーだったりとか、まあ、そういうところに行って吸われる方の方が多いと思うんですよ。まあ、なんでかって言えばね、家で吸うのってもうめちゃめちゃ煙も出ますし、匂いもつくんで、まあ正直僕も家で吸うのはね、割とセレブリティな方しかできないなと思ってるんで、僕も無理ですしね、家で吸うなんて。まあね、シガーバーで、まあ、葉巻を吸うことっていうのはね、まあ、大半だとは思うんですけど、実際ですね、まあシガーバーで葉巻を吸う時に、葉巻って結構マナーというか吸い方っていうものがありましてね、やっぱそれをね、ちゃんとやってる方はね、やっぱかっこいいなってやっぱ思われると思うんで、周りからもね。なんでまあ、シガーバーで葉巻を吸って恥ずかしくないようにね、マナーとか吸い方みたいな話をね、していこうかなと思います。意外とね、葉巻ってこう、めんどくさいんですよね。もう一本がね、値段高いっていうだけじゃなくて、やっぱりうまく吸えるようになるまでね、結構時間かかるんですよね。結構鍛錬っていうのがあって、慣れがないとうまく吸えないんですよ。綺麗に吸うことができないんですよね。これちょっとね、紳士ポイントとしてなんですけど、ファッションとかこういうスーツだったりとかね、靴だったりとか時計だったりとかって、お金を出せばいいものが手に入るじゃないですか。でもまあそれでは見た目でね、かっこいいってなるんですけど、葉巻ってその訓練が必要なんですよ。どんだけお金を払って、高いお金を払って高い葉巻を吸ってても、吸い方が汚かったら紳士じゃないんですよね。ファッション的な紳士はね、お金を出せば手に入れることはできるんですけど、まあ葉巻っていうね、ものに関してはお金を払ってでもね、できるものじゃなくて、ある程度ね、訓練をすることによってかっこいいことにね、なっていくことができますのでね、まあその辺をちょっとこう教えていきます。僕は別にかっこいい大人ではないですが、シガーバーで葉巻を頼んだ時に、まあまずこういう状態でね、来るんですよ。でここをね、切るんですよ、この吸い口の部分を。まあ、こういうね、ハサミみたいので、この吸い口の部分を切るんですけれども、まあ、これは基本的にシガーバーの方はね、やってくれます。なんで、あんまり意識しなくて大丈夫かなと思います。まあ、これもね、ちょっと切るのがテクニックいるんですけど、スパッと切れないとダメなんで、この安いハサミだったりとか、この切り方が甘かったりすると、こう、口の中にいっぱい葉っぱが入ってきちゃったりとか、まあ、あと雑味の要因になっちゃったりとかするんで、まあ、本当に綺麗にね、スパッと切れるのがおすすめなんですけど、まあそれは全部ね、店の人がやってくれます。で次、火をつけるものですね。基本的にジッポとか、ああいう100円のライターとか、ああいうのは使わないです。基本的に使うのは葉巻用のマッチとかね、こういう、めちゃくちゃ長いマッチがあるんですけど、こういう葉巻用のマッチだったりとか、あとこういうガスライターですね。ガスライターを使って、火をつけることが、まあ、大半です。まあ、ちなみにうちは結構ガスライター使う方が多いですかね。これに関しても、大体のお店は多分最初つけてくれます。うちのお店でも、最初つけます。まあ難しいですからね。ただまあ一応つけ方を言うと、本当にもう火直接当てないで、こう丸いところを全面にこう火が当たるように、1ミリぐらい灰ができるぐらいまで、火をつけてあげると 火が安定しますね。でですね、まあ、火がついた状態で葉巻こうやって出してもらいます。シガーバーで行った時に。でここから吸う時の話なんですけど、まず葉巻はふかして吸うものなんですよね。タバコみたいに肺に直接入れないで、口の中に煙を溜めて吐き出すっていう吸い方をするものなんですけれども、まあ、ふかすってやつですね。まあタバコ吸ってる方とかで結構ふかすのイメージがね、よくできない方って結構多いんですけれども、なんかジュースをストローでこう口で吸って、口の中に、ね、ジュースを溜めるみたいな感覚ですね。まあそれがふかすのと同じ体の使い方なので。で次もう一個なんですけど、これね、こっからがすごい大事なんですけど、肺を、落とさないであげてほしいんですよね、葉巻を吸う時って。ちょっとね、実際吸って吸うの多いんですけど、YouTube の規約上、葉巻をね、吸ってるようね、あんまり流すのはね、できないっていうのと、バンされちゃうんでね、まあ、あと結構時間がかかるんでね、まあ、そこら辺はちょっとエコな感じでやっていくんですけれども、
例えばタバコって灰をすぐポン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 落とすじゃないですか。そうじゃなくて葉巻の場合は灰をね結構ね残していって吸ってあげてほしいんですよね。これなんでかっていうと、クールスモーキングって、まあ、いわゆるそう可燃焼を防ぐためなんですよね。ここのいわゆる燃焼温度が高ければ高いほど葉巻の持っているアロマっていうのが壊れちゃうんですよ。なんでできるだけ低い温度で葉巻っていうのを吸ってあげないといけなくて、その低い温度を保ち続けるためにはここに灰を残さないといけないんですよね。だいたい 1,2 センチぐらいは灰を残した状態のまま吸ってあげてください。葉巻用の灰皿ってすごいねでかいんですよ。こういう感じの灰皿になってまして、葉巻を置く場所、これが置く場所なんですけど、すごいねでかいじゃないですか。なんでここにねこう平行に置けるんですよ。こう普通の灰皿とかだとこうやって置かなきゃいけないじゃないですか。要はここの部分がね灰になる部分がこう当たっちゃうんですけど、葉巻用の灰皿ってここが広めになってるんでここに置けるんですよね。なんで灰がこのお皿にね当たらなくて吸えるようになってるんですよね。ちなみになんですけど、タバコみたいにこうポンポンする行為あるじゃないですか。こうポン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 って灰落とす行為、あれは葉巻の世界だとね NG なんですよ。これはねなんかビラがってるって思われるみたいなんですよね。まあこのポンポンしてもメリットがないんですよ、葉巻の世界で。要は灰落とす意味ないんですよ、ね、しかも汚くなっちゃうんで灰が散らばって、あの葉巻の灰ってそんなあの結構ね固まるんで、大体ね 1,2 センチぐらいこれぐらい灰ができても全然普通にね吸えるんですけど、ただあんまり長くこの灰を残し続けるとボロって落ちちゃって汚くなっちゃうことがあるんで、大体僕のおすすめだと 1,2 センチぐらい灰ができたら、あのここにねちょっと押し付けてあげる、灰をで折ってあげるって感じですね。灰をこう灰皿にこう押し付けて折ってあげる。そうすると綺麗にね灰の塊がポンってできます。でまあ最終的にねこの写真みたいな感じで、これあの僕がこの前吸った時に一応写真撮ったんですけど、まあ、こんな感じで灰の塊が2個ポンポンってあって、であの吸い終わっているっていう状態がまあ一番綺麗ですよね。こういう感じの灰皿の中身になったら、あの結構うまく吸えてるっていう証拠になるかなと思います。まあ、とにかく灰は、すぐ落とさない、 1,2 センチぐらいはこう灰を残した状態で吸ってあげる、これがすごく大事なことです。あともう一個、葉巻はですね、要は最初の部分と中間の部分と、最後の方の部分だと味が全然違うんですよ。要はここの部分がフィルターになるので、その灰の火がねついてるところまでの部分が一種のフィルターになるんで、最初のうちは煙が薄いんですよね。でだんだん煙も濃くなっていくんですよ。なんで味もだんだん濃くなっていくんですよね。なんでここの部分とこの部分とこの部分は味が違うんですよ。個人的なおすすめなんですけど、葉巻はあくまでおつまみなんですよね。これは別に主役ではないんですよ、僕の中では。私多分葉巻してる人もそういう方もすごく多いと思います。なんで結局マリアージュなので、こことこことここ、要は3杯に分けて何か飲み物を飲むとすごくね美味しく吸うことができます。このブランドのこのサイズの先端の部分は何が美味しいかなみたいなのをバーテンダーの方とかと相談しながら決めていく。でそれを飲み終わって、じゃあ次中間に入ってきたからどういう感じにするあのかをまたバーテンダーと相談して決めてあげてみたいな感じで、大体1本でまあこれぐらいのサイズだと大体1本で3杯ぐらいあの飲めちゃうんで、まあ、そういうね飲み方もいいかなと思います。まあてか一番美味しく飲めます。でさっき可燃焼の話をしたんですけど、まあ、これ吸い方もそうなんですけど、できるだけね優しい力でね葉巻を吸ってほしいです。強くグーって吸うとやっぱりね燃焼しちゃうんで、前さっきも言ったように葉巻の持っているアロマが壊れちゃうんですよね。なんですごいね優しい力で葉巻を吸ってあげてください。優しく吸ってあげれば吸ってあげるほど葉巻の持ってるねアロマっていうのが壊れないで、よく吸えます。まあ、逆に味変みたいな感じでね強く吸うのもありなんですけどねまあそこら辺はまあ、あんま強く吸いすぎない方がいいよっていう感じですね。で最後消す時です。ああその前にだ、これねよく聞かれるんですけど、葉巻ってどこまで吸っていいのって言われるんですけど、これどこでまででもいいです。これ結構聞かれることなんですけど、このねリングってあるんですよね、このブランドのなんかシールみたいなのが、これ剥がれるんですよ。でこれ剥がして全然根元まで吸う方もいますし、剥がさないで本当例えばこの辺とかでやめちゃう方とかもいます。なんでその辺はね結構自由です。まあ、なんでかって結局だんだん濃くなってくるんで、濃いのがね嫌な人もいるんですよ。そういう人は結構ね中盤ぐらいでやめちゃう。
方とかも全然いますし、逆にあの濃いのが全然いける方は本当にもう根元までギリギリまで座れる方もいます。まあ、それはね個人の自由ですね。で最後にですね、消すとき、消すときは葉巻にはですね燃焼剤っていうものは入ってませんので、置いておけば勝手に火が消えちゃいます。なんでタバコみたいにこう揉み消したらダメなんですよ葉巻って。でさっきのトントンする行為と同じように葉巻の世界ではこうやって揉み消して火を消すことも NG の行為なんですよね。これもなんかイライラしてるとかそういう風に見られてしまう。なんで、置いておけばすぐね勝手に火消えちゃうんで置いとくだけでいいんです。吸い終わってもう灰皿、灰皿にポンって置いておくだけでいいです。そんだけで、まあ、あの煙が立たなくなるのを待つっていう感じですね。席をね立たれる時とかはあの火が消えた状態で立ったりとかした方がまあおしゃれかなと思います。そんなもんかな。シガバとかに行って、まあ、気をつけるというかことはそんなにないんですけれども、まあ、葉巻の吸い方っていうのはまあ大体こんな感じかなとは思います。まあでもこんな感じです。そんなに難しくないんですけど意外と難しいんです。この写真みたいな感じで灰がね灰の塊がポンポンってあって灰が一切散らばってなくてそのままポンって、消えている状態で、吸い終えるのはなかなかね時間がかかります。その一発でできないんです。だからこそ面白いし、紳士のたしなみでもあると思うんですよね。これが綺麗にできるようになったらねやっぱかっこいいですから。こんな感じですかね。まあこれが葉巻の吸い方です。まあ葉巻はね本当にまあお金もかかるからちょっとね贅沢ではあるんですけど、ある種その時間すらも贅沢に使うっていうのが葉巻のその楽しみ方なので、その時間を優雅に使うことの、まあ、一種のなんかツールとしてのね葉巻だと思ってますのでね、時間をね優雅に使って紳士的にね美味しくウイスキーと葉巻を楽しんでいただけたらなと思います。まあ結局葉巻のマナーみたいな話をしましたけど、そのマナーって、まあ、そういえばこう可燃焼を防ぐためのマナーだったりとかもあるんで、結局そのマナー通りに吸うと結局一番美味しく葉巻が吸えるんですよね。で結局そのマナーと美味しい吸い方って結構同じ意味合いを持ってたりするんで、だからその美味しく吸うためにもそのトントンしないとか灰散らばさないとかグッてやんないみたいな揉み消さないみたいなっていうのは美味しく吸うためにも結構ね必要なことだったりとかもしますのでね、ぜひ皆さんそこら辺だけ覚えてぜひ葉巻を吸ってみてください。まあ、そうそう家で吸われる方はそんなに多くはないと思うので、ちょっとシガーバー目線でのねお話でしたけど、すごい綺麗に吸われる方とか見るとかっけーってなりますからね。うーわかってるねみたいな感じになるんで、紳士だねってなるんですよね。そんなこと思ってる僕は全然紳士ではないと思いますが、綺麗に吸えることに越したことはないと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。まあ、1回目だとね多分失敗するんで、まあ、難しいんですよ。でもだんだんねうまく吸えるようになっていくのもまた面白いところですし、まあそのぶっちゃけどのシガーバーも絶対に綺麗に吸えっていう感じじゃなくて、ほとんどの人はね綺麗に吸えないんで、むしろ綺麗に吸えたらむしろ注目の的ですから、やっぱりだんだんお客さんがこう葉巻吸うのがどん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 上手くなっていくのを見てると、まあ、そこがまた僕らのこう、ね、ちょっと嬉しいところだったりとかもあるんで、まあぜひねちょっとめげずにね葉巻のチャレンジをねしてみていただけると嬉しいです。まあ、そんなわけで、本日の動画は以上になります。まあ、この動画ですね、面白かったりとか参考になったよって方いましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとは、インスタグラムとツイッターの方もやってますので、ぜひぜひ概要欄の方からチェックの方よろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。